あのマイク選手の目をこう晴らしているようなガッツポーズだったんですけど、いつもああいうスパーリングを、スパーは試合前だとそうですね、もう他の連中でも、でも他の連中も俺結構殺す気が来るんで、今岩崎達也さん、見てもらったりしたりとか、岩崎達也さんの指導生とかとスパーリングやるんですけど、もう向こう俺殺す気いきますからね。昨日も前蹴りパーンやられて、85キロぐらいのでかいサウスポー、サウスポーだから別にもう宮田と全く関係ないけど、オーソドックスだからあいつは、だけどパーンもらって口の肉切れちゃって、皮膚取れちゃって、ここ血出ちゃって、もう容赦なく来ますからね。まさに本当やらないとやられるっていう感じで、昨日がめっちゃハードで、昨日こうパーン食らったりとかして、そうですね。でも試合前はもうあんな感じですね。パウンドもあったり、本当もう変わんないですよね。はい。怪我の心配もあると思うんですけど、そういうのも怪我は大丈夫ですよ。俺結構骨丈夫なんですよ。折れたりしなくて、なんか、はい、結構治りも早いし、はい、丈夫なんですよ。今回初めてケージ、ドリームのケージだと思うんですけど、はい、対策っていうのは、対策、ケージ際の練習とかしてないんですよね。ケージある場所でも練習してないし、特別壁を使って練習もしてないですね。壁際からスタートとか、ケージ用の練習は全くしてないですね。まあ、ACC 壁があったり、こういう、まあ、あったりする、流れの中でこうなったら、今日も俺マイクに出てなったりしましたけど、なっちゃったらなるだけで、特別そういう練習はしてないですね。はい。結構その宮田選手もレスラーでテイクダウンとか結構金網際の攻防が結構あるかと思うんですけど、はい、あまりじゃあそういう対策というか、そうですね、うん、なんか結構まあ試合見てるんで俺はいろんな、うん、なんとかなるかなっていう、勝手になんかできんじゃないかなっていう、うん、そのある程度まあそのやっちゃいけないことが金網際でダメな状態とか、まあ、立ち方もそうだったり、壁使っての立ち方だったりっていうのはもう分かるんで、はい、なんとかなるかなっていう、そのケージ際の攻防よりはもうな、もうそうですね、なんだろう、倒しに行くんで、そういう金網と一緒で宮田選手対策っていうのはどういうこと？そうですね、はい、別に特別練習パートナーにね、こう宮田選手を真似してもらったりとか、タックル来てもらったりとか、なんかそういうのは全くしてないですね。練習相手もサウスポーの人ばっかりやってますからね。映像もあんまり 見てない。映像、ちょっと見ました。でも決まる前からもう戦う選手はみんな、もう俺なんかインプットしてあるんですよ。全員宮田でもみんな、フェザー級の同じ階級の選手はもうみんな、外人でもみんなもう何が得意で何をしてくるか、打撃なのか、技なのか、下から強いのか上から強いのかって全部みんな分かってて、宮田も決まる前からもう何が得意でっていうのはもう分かってたんで、そんなに見てないですね。もう一度確認で見たぐらいで、はい。笹原さんからはその同じタイプでサバイバルの レスリング王は一人でいいっていうことで、サバイバルマッチっていうふうにも言われてますけど、小田選手としてはそういうところはどうですか？サバイバルですよね。まあ勝たないと生き残りですよね。勝たないとこれ負けたらあれですもんね。もう分かるか分かんないぐらいにしては、ドリームの2試合がビビアーノやって次宮田って、なかなかいい相手が出てくれるなっていう。でもなんか楽しみですよね、本当に。そうですね、なんかレスリング王決定戦とかなんかあるってですけど、あ、もうそういうの意識しなくて。そうですね。でも宮田選手をあれだな、まあパワーあったりフィジカル強いって言われて、そこで圧倒したいですよね。もうそうですね、もうなんか俺はもうトーンと真正面からぶつかってくるんで、もうそうですね、圧倒したいなって、逆にそういう選手を。結構
大塚選手の試合の他にもフェザー級のカードがすごい組まれてるんですけど、はい、でキッド選手の試合もあったりするんですけど、うん、なんか他にこのフェザー級のカードで気になる選手とかいますか？気になる選手って別にないですけどね。なんか今はこの自分のことしか考えてないですけどね。とりあえず勝って次っていうのしか考えてなくて、特には、はい。ちょうど宮田選手とは年が10歳違う。あ、そうですね。10個上。大塚選手から見て、はい、34歳の男性っていうのは、はい、どういうイメージを持ってますか？そうだな、なんかもう本当お父さんじゃないけど、そんな感じですよね。年違いすぎて、でももう結構前もそれやってるんで、そんぐらい。山ちゃんだってあれ何歳ですか？あれ12、3とかですね。12個ぐらい上ですよね。その前三島は14とかですか？36して420ね、13、4個上で、もうみんなそんな人ばっかっすよね。ここの話し合い14個上ぐらい、12個上、10個上って。そうですね。もうそういうおじさん世代はいらないとか、そういう気持ちは。まあ、そんなんないですけど。そこまで。それじゃあと、まあ、青木試合になっちゃうね。親父狩りってことね。そこまで言わないですけど。実際のタイトルマッチに絡んでいった所選手とか田川選手は30歳超えてますけど、そうですよね。そこ若さをもってして悔しいという気持ちじゃないですか、世代といいますか。本来そこまで残りたかったという気持ちは、そのベスト4まで残った選手は30歳を超えてたわけじゃないですか。ああ、そう思うじゃないですけど、今俺だけぐらいですか、20、あとでウィッキーか26、7、8、もうあとな、あの辺もあと何年やるか分かんないですもんね。あの所も高谷もみんな30、あれ何歳ですか？32、3です、ね、2、3ですよね。もうあと1、2年分かんないですけどですよね。どんどん若い選手出てこないとあれですもんね。そうですよね。ちょっとあの書き回したいですよね。新しいの若いのはいないんで、ちょっと、ね、若々しいファイトをしたいですよね。もうバンバン行って自分の中でもなんか変え、まあ、ちょっとずつ変えようとしてて、もっとアグレッシブにもっとアグレッシブにって倒しに行くしか考えてないですよね、はい。今回ドリーム2回目になりますけども、去年と去年の試合直前と今までなんかちょっと心境的に違うところってありますか？なんかもう勝たないとっていうのがより高いですよね。なんかあと出た初めての時はやったドリーム出れたみたいな満足感あったんですけど、もうそういうのなくて、まあ、出れ決まって興奮はしてき、あれ興奮しましたけど、でもそういう満足感とかじゃなくて、もう本当勝たないとなっていうか倒さないとなっていうか、はい、うーんの気持ちでいっぱいですよね。あ、もう疲れちゃった。なんかね。脳が酸欠でもあんまなんか質問も頭入ってなくてまともに答えられないです。昨日がめっちゃ練習ハードで、もう今日ほんと疲れちゃってほんと危なかったな。もう疲れちゃいました。今日も全然まともに答えられないです。それでも今試合できないですよね。今、試合したら負けちゃいますよ。